教えてくださるんでしょうか。今度はですね、実際忍者が野営するためのさまざまなテクニックを、それをですね実際に実践していくということになるということですね。まずは、まあ、忍者がね必要な道具、その目的のためにですね必要な道具、旅行きの道具を揃える、陸具6つのね必要な道具を揃えるというところから開始するわけですね。磁石というものがありましてね、これはもう磁石のこと、コンパスですよね、方向を知る。これはもう自分の位置、あるいはこれからどちらの方向へ向かうかということを確認する、そのための必要な道具ではあるわけですよね。巻き菱というのがあるんですが、これはまあ忍者独特ということじゃなくて世界中にね類似のものはあるわけですが、これは敵から逃走するとき追っ手をそこで足止めするためにね、鉄のできたのを巻いて、まあ、足に刺さるようにする、あるいは、来てほしくないところに巻いておくわけですね。そうすると敵がそこに来たときに刺さってしまうと、まあそういったときに使います。五色米、これは5つの色に染めた米なんですが、それで情報を伝える、皇族の自分の味方に内容を伝えるというようなことを行うわけですね。水活丸というのがありましてね、これは喉が渇いた時、まあ、水が手元にないというような時にですね、まあ、自覚もないしどうしようといった時に唾がたくさん出る、そういった、まあ、丸薬のようなものを作る、でそれを携帯していくわけですね。これからはねもう日が暮れてもう野宿をしないといけないというための実践を行います。まあ、実際にこう動いてね、もう野宿だといった時にですね、まあ、絶対に虫がいるんですよね、季節にもよりますけど、そういった時に虫に食われると嫌ですよね。だからその虫除けを準備するということですね。まあ、大体の寒い時、まあ、冬季ですね、冬とかですね、冬の前の時寒いですよね。そういった時にですね、カイロ、まあ、現代のカイロですね、昔もあったんですね、そういうカイロの作り方ですよね。これはもう鉄粉とか生石灰を使って行うわけですね。最終的にね、もうそろそろ寝ないといけないなとかなりますよね。やっぱり日が大事なんですよ。で昔はマッチもないしライターもないで、集中してこうやるだけなんですけども、これはもう音がカチカチするしね、いった時にうちだけっていうのを使うんですが、それで火をつけてですね、まあ、焚き火をしたりですね、あるいはまた野中の膜といいましてですね、持参しているいろんな布があるわけですが、それで膜を形成して、でそこで座り寝をすると、まあ、そういったことを行うわけですね。
まあ、大体以上ですね。でいろんな忍者のテクニックを用いてですね、実際に野営をしていったというようにね、昔からこう伝えられていた方法であるわけですね。